千葉さんのボタン設定から正直ガラッと変わりまして、へー、結構いけそうですか。正直かなり安定してますね。安定してんだ。モダンってもうその正確なコマンド入力が求められるモードじゃないじゃないですか、うん、それって実はパッドともさらに相性はいいなと思って。ほう、七パさんには前回、前捨てのね計測をやっていただいたわけなんですが、新しい方法があるということで、新七パ式見せていいですか。お願いします。早くなってんだけど。皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます。今回は第11回の格ゲー研究室となっております。格ゲー研究室はですね、格闘ゲームのプレイの向上のために様々な、出来事をですね科学的に検証していく企画となっております。今回はですねゲストの方をお招きしております。こちらの方です。よろしくお願いします。チームラプラス所属の吉場です。SFL からは広島チーム生坂から参戦させていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今回はパッドのトッププレイヤーの吉場さん、これはですね前回の格ゲー研究室でも出ていただいたんですが、こちらがですねなんとこの格ゲー研究室どころか時戸チャンネルでもナンバーワンの再生数未だに伸びているということで、すごい反響があるわけです。吉場さんの方にも何か反響どうでした？何かありました？動画が公開されてから、その自分がその配信してる時もやっぱりリスナーの方からパッドについてもすごい質問が寄せられたり、あともうその LINE とかでも Twitter でもその方々からもその問い合わせが多くなりすぎてもう今もうパンクしてる状態ですね。対応しきれないぐらいの今回なんですが、ストリートファイター6、こちらと、パッドについてちょっと根掘り葉掘り聞いていこうかなということを思っております。で今ですねまだ体験版しかできない状態なんです。5月中旬なんですこの撮影は。なのでまだねその吉場さんも製品版出てガツガツやり込んでる状態ではないんですが、まあそこら辺をね踏まえた上でのちょっと意見とかを語っていただこうかなと思ってますんで、そこら辺ご了承ください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さあじゃあまずはですね岸場さんのボタン設定からちょっと聞いていきたいと思います、はい、でまずスト5ではどういう配置だったのかっていうのをこちらでまず見せていただけますか。スト5の設定はですね、うん、まあ、本当にそのシステム上では本当にもうデフォルト設定なんですよ。あ、へえ。でここで見る通り L2 で、うん、まあ、KKK、はいはい、で、まあ、L1 が P3 ボタンで、はいはい、まあ、リバと、まあ、あとそのダブラリーボタン、うんうん、まあ、あとそのまあ EX ボタンとしてまあもいろいろ使ってたんですけど。でも完全にデフォルトってこと？そうですね、ソフト上ではまあデフォルト設定でして、うんうん、まあ、コントローラーのその専用ソフト側の設定ではまあ背面に上ボタンを設定したので。そうだ、スラストマスターで上ボタンをやってるって言って、でそれがスト6になるとまあどのような変更がいいんじゃないかなと今考えてるわけ。正直ガラッと変わりまして、へえ。まあ、基本的にはその右側の方のボタンっていうのはほとんど変わってないんですけど、うん、でインパクトをここなんですよ。このスティックの押し込みなんですけど、はい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 、背面のここに設定をしてまして、はいはいはい、もう常に添えながら、インパクトに指を添えながらって感じで今プレイしてるんですよね。なるほど。じゃあ背面のあそこをインパクトにすると。はい。そのスト5で上ボタンだったボタンが、そうですね、そこに入ってますね。5から6になった時にその下と上側が両方、まあ、入力されるとニュートラルに変わるっていう調整がなされているので、まあ、そこで上ボタンを消しちゃってインパクトに切り替えてますね。そっか、インパクトに添えれるわけですよね。じゃあ背面に。そうなんですよ。インパクトはそうだね。どうですか現状その背面の、あのインパクトは結構 いけそうですか。正直かなり安定してますね。安定してんだ。へえ。なんだったらその強パン強ってちょっとこの構造だとちょっと押しにくいんですよ。あ、なるほど。まあちょっとそうだね。なんか少しだけですね、うん、慣れが必要なんですけど、うん、背面だと本当にもうこうやってもう常に添えてるので、あ、ビクッとなってもう勝手に押しちゃったのも結構ありますね。で、この
ま、前 KKK があったボタンはパリボタンに変えてるんですよ。ここはちょっとまだまだ変わる予定があって、まあ、そのまたこれも背面に打つかもしれませんし、うん、今現状、まあ、その練習として一つの背面ボタンで練習してるんですけど、うん、まあ、ここからまあ慣れてきたらまた背面もう一つボタン増やして、まあ、パリボタンに変えることもありますね、うんうん、背面ボタンって4つあるんだっけ？4つあるんですよ。あ、なるほど。あ、1、2、3、4。ただこれちょっと全部自分まだまだ使える気がしないので。そうだよな。そうですね、そういう運用していますね。そうしてもパリとかもやっぱ背面に来そうだけどな、この話聞いてると。ゆくゆくは生かしたいんですけど、左手には多分現状置くしかないんですけど、うん、とかもう右手はいっぱいいっぱい、もういっぱいいっぱいになっちゃってるんで、だからそこはちょっと難しいなと思ってますね。なるほど。だ、現状そのパリって中パンチキックで出るじゃないですか。はい。あのスキルボタンと同じなので、あー、そこは、ね、あー、そっかそっか、もうザンギフで慣れてるっていう。ザンギフとはもうアビゲイルでかなり慣れているので。なるほど。そこまで無理に変える必要もないかなとも思ってるんですよ。もっといいその、まあ、設定が見つかったら変える可能性は全然あるんですけど。なるほど。現状ちょっとこれで慣れておこうかなと。で、あと、まあその、まあ、以前 PPP があった場所は、はい、ちょっとこう、ま、開けてまして、一応ボタンを、ただ一応そのまあ、P2 つで、まあ、EX 技簡単に出せるようにって感じに、うんうんうん、まあ、ここはもう全然もう余裕を持った感じに作りにしてます、ね、なんかあったらこれ予備で。そうですね。で、あと、まあ、その一応残儀の5番コマンドリストって出てるじゃないですか、はいはい、その P2 つ押しでダブラリが出るんですよ、うん、で一応実質ダブラリボタンも兼ねてて、でオーバードライブ版がまあ P3 つなので、まあ、オーバードライブを出したいときはもう、まあ、ジャックパンとまあ P2 つで。なるほど。そこの同情しは割とやりやすいもん、ね、やりやすいので、うん、で、岸場さんもご存知だと思うんですが、はい、現在のカプコンプロツアーのルールだと、11ボタンまで、攻撃ボタンを設定することができるんですが、これだと、9個しか使ってないのかな。そうなんですよ。その11ボタンフルに使うってもうその一時期考えたことあるんですけども、うん、そのあまりにもその意識する量が多くなっちゃうんですよ。ボタンを多くすると逆に、それってでも本当に強いのかって疑問が出て、まずはまあ9ボタン、まあ、1つボタンを増やしておくところから慣れてみよう、うんうん、なるほどなるほど、感じしますね。っていうことはこれは、クラシックでやることをやっぱり前提に考えてるってことですよね。現状はクラシック想定ですね、うん、なるほどなるほど。で、一応まあパッとでもそのモダンの設定っていうのは一応考えてまして、はいはい、今回、まあ、そこ聞いてみたいかな。いいですかね、うん、お願いします。今回パッドの需要が高まってるのはもちろんパッドずっと使ってるプレイヤーの方々はそうなんですけど、我々のようなですね他のデバイス使いがモダンモードをやるときにパッドに切り替えてモダンやるのがいいんじゃないかっていうことを画策してるわけですわ。ただ今回そのモダンモードだと多分背面もほとんど使わない可能性もちょっと出てて、はいはい、まあ、弱中、まあ、でもそっか、で必殺技をここなんですよ自分。へえ、あ、そこなんだ。自分ここに LB なんだ。まあ、デフォルトで言うとどこ？あ、デフォルトどこだったっけ？デフォルトで言うとそう Y の位置か。そうです。Y の位置。下3つが攻撃になるんだ。ちょっとこれだと自分かなり押しにくいと思うんですよ。あ、必殺ボタン押しながら。まあ、あとまあアシストも多分込みで入力数もいろんな多分やると思うので、はいはいはい、その明らかに右手の負荷がでかいんですよ。そうか、なるほど、そっか、必殺技弱中強を押しながらその指で必殺技を押さないといけないってなるとちょっとそこは親指の負荷が高いと。ちょっと右手のまあ負荷も忙しすぎるなと思ったので、うん、そこは独立させて左手に必殺技を出したい時はですね。いや結構変えるんだ、中も上にするんだね。まあ、そこはまあクラシック版とちょっと寄せてるように。なるほどなるほど、弱中強、そっか、これだと弱中強が、クラシックの弱中強の配置になるわけだ。そうなんですよ。でパリーがですねパッドでいうまあ丸ボタン、丸ボタン、なるほど、ドライブパリー、インパクトはちょっと変わようと思ってて、うんうん、まあ、ここは背面で、でアシストも必要なのでアシストも L2 ボタンに変えてますね。じゃあ現状 A は空いてるっていうことに。 A は空いちゃってますね。だからかなりもう
正直今スカスカなんですよ、設定としては。だまだまだこれカスタマイズ違いがあるなと思ってて、自分の好みやっぱりそこからカスタマイズできるって考えると、パッドはかなり やりやすいのかなと思ってますね。でこれこうやってもうこれだけ見るともう全てのボタンに今もう指を受けてるんですよ、それってもうアケコンと違ってかなりのアドバンテージだと思ってるので。そうだね。で、まあ、モダンに関しては細かいあのコマンド入力は必要はないと。はいはい、そうなんです。一応あるんだけど、やんなくても必殺技が出せますよっていう。そうですね。もう本当に持ち方も大して気にしなくていいんじゃないかと思ってます今は。モダンに関しては、何だったらもうこうやって置いて操作しちゃってもいいのかなと思ってますし。まあちょっと皆さんもね、これを元に自分ならではのカスタマイズをしてみてはいかがでしょうかという締めでございます。現状のおすすめ設定だと思ってます。はい、うん、スト6でパッドをやる上でなんかメリットデメリットみたいなのを今まででちょっと感じたところがあればぜひ紹介していただきたいなと思うんですが。そうですね、メリットですとまず第一にその5でも同じだったんですけど、添えれるボタンが圧倒的に多いんですよ。はいはいはい、本当落ちちゃってストリートファイター6はですね、やっぱドライブインパクトあるんで。そうなんですよ。そこやっぱね、添えてたい、添えたいボタンが多いなと感じるのがストリートファイター6です。そこはね、十分なメリットになりうるんじゃないかなと思ってます。まあ、モダンってもうその、なんかね、正確な、まあ、そうそのコマンド入力が求められるもうそうそのモードじゃないじゃないですか。うん、まあ、ワンボタンで必殺技を出せますよっていうモードなんですけど、それって実はパッドともさらに相性はいいなと思ってて、うん、そうパッドの唯一の弱点なんですけど、うん、コマンド精度がちょっと難しい、出すのが。あ、なるほど。とっさにコマンド入力も少しやりにくいので、そこの、まあ、弱点をカバーできるモードでもあると思うんですよ、モダンっていうのは。どういうコマンドがちょっと入らないとか、どうなっちゃうとかっていうのって具体的にあります？真空が、あ、へー、なるほど。2回。はい、2回なんですよ。どうなっちゃうの？上入っちゃうとか、それともなんかどっか、その昇竜に化けちゃうとかですね。あ、なるほど。で、逆に昇竜を出そうとすると真空が出ちゃったりしちゃってるので。あ、なるほど。まあ、そこはちょっとまだそのパッド側の設定でまだまだ改善できる余地があるので、まあ、まだまだ話が変わると思うんですけど、現状はそんな感じですね。なるほど。でそれモダンだったらその心配も、そうそう、心配もいらないんですよ。なるほど。結局その出せなくて食らうよりそのダメージはちょっと下がるけど、絶対に出せた方が強いじゃないですか。なるほど。じゃあとっさの時はそのワンコマでいいよね。ワンコマがいいですね。コンボダメージとか出す時は、まあ、ちょっと余裕があるからゆっくり入力すると。そうですね。なるほど、なるほど。だ初心者にも本当にそのモダンをやろうっていう上級者にも勧められるようなデッキになってると思いますね。ただ他にメリットデメリットどんなものがありますでしょうかね。そのアケコンよりそもそものボタンが多いんですよ、パッドって。あ、そうですね。まあこれはね、マックスでつけられてますよね。もうちょっと多すぎてぐらいなので。でアケコンだと、まあ、一応、まあ、4ボタン4ボタンで8ボタンがデフォルトですよね。デフォルトですね。あれもうアーケードに比べると2個増えてんだけどね。そうなんですよ。6つだったから。で、なんだったらもう知り合いに関してはもう、あの開けようとしててさらに。はいはいはい。もうだって、今は本当にそれブームですよ。11ボタン攻撃できるってことで、ね、とりあえず開けとこうっていうね。あ、でもそれ必要ない。必要ないんですよ。あ、もうあるんだもんね。あるんで、それに割り当てればいいだけなので、そんな、あの開ける必要なんてありません。なるほど。ここはまあ本当に、まあなんですかね、競技シーンではちょっとは、まあ、そんなに重視されないと、まあ、まだ意味がないと思うんですけど、ただゲームとしてはすごい意味があるんですよ。ほう。これなんですよ。ワールドツアーモードで操作するんですよ。はい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 。わ、まあ、かります。正直、あの、ベータ版やった時のバトルハブで、レバーレスだと、あ、どうやって動けばいいんだ、まあ、俺が前行ってくんないんだけどっていう。これちょっとじゃあワールドツアーモード やっていただきます。はい。じゃあちょっとお願いします。はい。正面向くボタン。あー、なるほど。正面向くボタンを。え、これアナログの左で進んで。まあそうですね。移動はここでできて。視点移動でちゃんと、そっか、視点移動ができるっていうのが。ちょっと我々のデバイスにはない、正面向くボタンしかないので、もう従来の本当にもういろんなアクションゲームのような動きができるので、なるほどなるほど。まあ
当たり前っちゃ当たり前なんだけど、これはちょっとだからアケコンとかレバーレスだと難しいと。あ、いった。OK。で、R3 で。あ、あ、だいぶ遠いっすね。そう、こうなっちゃうの、こう。R3 って結構離れてるところにあることがあるから。後ろ振り、後ろ向きながら、あ、こう。ああ、そうかそうか。そうそうそう。だから走ってる方向に、前向いて後ろから走りたいなって時は、こうして切り替えてからこうするんです。あ、操作が多いですね。うん、はい、吉パさんには前回、前捨てのね、計測をやっていただいたわけなんですが、何やらですね、新しい方法があるということで、ちょっとそちらについて伺っていきましょう。あの、前回、まあその計測した結果、まあそんなに速くなかったんじゃないかと思ってて、なるほど。もっといい設定あるな、はいはい。ひらめいたんですね。ほう。じゃ前回のやり方っていうのは、はい、どういうやり方だったんだっけ？前回は、まあ、これと、まあ、その十字キーの前ボタンとティックの前ボタン、これをずらし押しで出したんですよ。はい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 、これいろいろ練習したんですけど、ちょっと割にはなの難しいなと、ちょっと現実的じゃないなっていうことに気がつきまして、うんうん、まあ両手使っちゃいますからね、まず添えられなくもなるし、この時点でそんなに強くないなって思ったんです、うん、今ちょっと冷静になったね。冷静になりました、ね、冷静になるとこれ違うなと。そう、そしてそう、ね、ひらめいた新しいやり方というのが新吉パ式、見せていいですか？お願いします。見ててください、はい、おお、え、何、今どうやったの？早かったよ、見た目には。と新吉パ式の入力方法は、あ、もうあれだね。あ、実は後ろ、実は背面を使ってるんですよ。ボタンで背面で前をず、あの、弾いてからスティックを前に入れれば、まあ、ほ、まあ、理論上、まあ、ほぼサイズクラスでステップが出るんじゃないかと。ちょっと新吉パ式でのちょっと計測の方をさせていただいてもよろしいでしょうか？任せてください。お願いします。じゃあお願いします。はい、はい、うん、OK です。ありがとうございます。ゼロ、1、2、3。早っ、早っ、早っ、早くなってんだけど。ゼロ、1、2、3。はっ、全然、え、だって前回は、前回何歩でしたっけ？ 6.4 で3だよ、今んとこ半分切ってますよ。ゼロ、あ、ゼロですね。1、2、あ、2、理論値、理論値出てる、理論値出てるよ。0、1、2、3、4。ああ、4、さすがに。0、1、2、3。ああ、3。はい、では測定終了いたしました。新吉パ式による、前ダッシュ、パッドによる前ダッシュのフレームはなんと3フレとなりました。すごい。前回のパッドでのダッシュが 6.4 だったんですよ。大幅更新、3フレ。半分切ってるんですか？半分切ってる。これ頭使いましたね。この背面のやっぱ可能性、余分な指をそこに使えて、さらに有効なね、活用法もちゃんと考える。頭使って考えれば、無限の可能性が出てくるんじゃないかなという。パッドにしかない背面ボタン。うん、これはいい、またいいプレゼンがいただけたんじゃないでしょうか。これはでも素晴らしいね。これまだ練習中ですもん、まだ、うん、実践投入としては、いや、まだしてないんですよ。まだしてない。なんだかんだで十字キーを使うことってまだある、ほとんどない。十字キー、十字キーはでも、そうですね、使うことあるので、あるんだったらちょっと後ろにはちょっと追ってないね。ホッサのステップは多分まだまだ意識は多分難しいと思う。ああ、そっかそっか、なるほど。そうなるとちょっと背面は使えないのか、うんうん、なるほど。以上、格ゲー研究室でした。吉パさん、またありがとうございました。こちらこそありがとうございました。した勉強させていただきました。この、あの、後半の
ダッシュ計測。ダッシュ計測でここまで伸ばしてきたっていうのは、ものすごくさらに期待が高まる。僕の中で。いろんな可能性を。ちょっと考えなきゃいけないこと多すぎちゃいますね。レバーレスでこうすりゃいいんじゃないかなとか、パッドでこうすりゃいいんじゃないかなと。だから今回の、お披露目していただいたことっていうのは、すごい、パッドプレイヤーにとっても有益だったと思いますし、僕ら、他のデバイス使いにとっても、かなり刺激になったんじゃないかな。ちょっとパッドのゲームになっちゃうのかなっていう不安というか、まあ、もしかしたら期待というか、頑張んこっちも頑張んなきゃいけないなと思っております。はい。じゃあ、岸場さんなんか、ご宣伝なんかありましたか？そうですね。今年、私、ストリートファイターリーグの舞台に戻ってまいりましたので。はい、そうですね。はい、先日発表されました。チームの方は、広島チーム、いくつから出場させていただいております。はい、戻ってきました。皆さん、どうか、応援よろしくお願いします。まあね、岸場さんらしいチームに入ったというか、もう本当にぴったりのところで、恐ろしいチームにさらになったなと思います。そうなんです。今回は僕はまた再びファブゲーミングで出させていただくことになっておりますので、今回敵同士でまたやり合うというわけでございますが、パッド一本のプレイヤーがね、再び前に戻ってきたということで、まあ旋風を巻き起こすんじゃないかなと震えております。まあぜひね、頑張りましょう、お互い。岸場さんもね、現在 YouTube 等の方で、配信等、動画とか上げておりますので、そちらの方も皆さんチェックよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、また